入試情報から勉強法まで受験生に役立つ情報を何でも話していきます。受験トーク、それでは始めていきましょう。マナビズムの山城です。マナビズムの江戸です。どうもこんにちは。こんにちは。今回の質問になります。はい。マーチの最新の難易度序列を教えてくださいという質問になります。嬉しいです。お、そうですね、はい、もうカンカン同率専門塾マナビズムの時にはなかった質問ですよね。なんか明日専門塾に変えたからこそ、はい、こうやって聞いてくれてね、あのじゃんじゃんカンカン同率以外の質問も待ってますんで、よろしくお願いします。お願いします、はい、LINE アットの方からね、質問受け付けてますんで、はい、はい、お願いします。はい。ということで、まあ、難易度順になるんですけれども、はい、まあ、今回これにこの動画を撮るにあたって、まあ、いろいろと僕らも調べさせてもらったんですけれども、はい、まあ、気になるところで言ったら、まあ、難易度であるとか、はい、その大学の人気であるとか、はいはいはい、あとは入った後ですけども、はい、就職率とかですね、はいはいはい、気になるでしょうね、というところが気になるかなというふうに思ったので、はい、そこをあらかじめ調べて、この動画の中で発表させていただきたいと思うんですけれども、お願いします。まずはですね、はい、偏差値、難易度の順位になります、はい、でこちらのデータはですね、河合塾さんが出してます2017年度用の、河合塾入試難易予想ランキング表というものが、参考文献になります。いつもお世話になっております。お世話になります、はい、で、ランキングになります、はい、1位からですけども、明治大学、青山学院大学、はい、立教大学、はい、中央大学、はい、法政大学、はい、という形で、並んでおりますが、そうですね、これはまあ前も動画でね言ったと思うんですけど、うん、マーチ、この順番で偏差値はね今並んでると、はい、いうふうに思ってもらったらいいと思います、はいはい、じゃあね、この動画はここまでで、いや短いですね、短いですね、はい、はい、じゃあ次行きましょう、はい、人気ランキングですね、こちらの方がですね、1位から、これも言いますけども、はい、明治、はい、青学、はい、立教、はい、そして法政、はい、そして、中央と、いう並びになりますから、こちらをまあっていう感じだね、はい、最後は読めない感じですね、まあって感じですね、HC っていう感じですね、はいはい、という順番になりますね、はい、だから、まあ、高校生とか浪人生とかの受験生に、まあ、どこの大学行きたいかっていうようなランキングになるんです、ね、そうですね、あ、こちらの、参考の方がですね、教育進学総合研究所さんから出てるデータになります。なるほど、生徒に人気がある大学ランキングということで出た順番がそれというような感じですね、はい、いう感じですね、はい、で、3つ目になりますが、はい、こちらがですね、就職率の、ランキングになります、はい、こちらの方のデータがですね、社会実情データ図録様が書かれているあのデータになります、はい、大企業就職率大学ランキングだね、はい、はいはいはい、こちらの方のランキングがですね、1位が立教、はい、で青学で明治中央法政と、いうことで、なりますね。全体のあのこれ数字面白いね。立教大学はあの 100% の卒業生のうちの 24.3% が大企業に就職すると、うんうん、これ大学の文化とかがあるんやろうな、うん、なんかその大学が力あるから大企業に就職しやすいっていうよりは、もうだからその大学の雰囲気が、いやみんな大学行ったら就職は大手企業にするっしょみたいなのが当たり前な雰囲気が、ノリ的なものがあるでしょうね、うん、ができてるからやと思うんですけど、うんうん、立教、青学、明治、中央、法政の、うん、順番であると、うん、はい、もう読むのやめときましょうね、はい、読めないですからね、はい、ラッカね、立教、青山、はい、うん、っていうような形ですけど、あの最近さ、はいはいはい、あの採用をね、うん、頑張ってるじゃないですか、はいはい、あのマナビズム、まあ、マナビズムってスマイルメーカーっていう母体の会社があって、そこでマナビズムっていうね、うん、塾をやってるわけですけど、うんうん、あの採用をやってたらやっぱ思うわ。お、何用ですか。そのやっぱ高学歴いや、ね、大事やねんなって思うわ。そう、俺は就活したことなかったからさ、うんうんうん、その絶対そんな感じへんかったわけ、うん、まあ、してたとしても、まあ、寛大やったらそこまで足切りとかもないから、うんうん、その気にならへんかったんやろうけど、うん、やっぱりその採用をねしてたら、その学生が登録してるね、新卒の学生が登録してるサイトを使ってると、うん、はいはいはい、その学歴フィルターを使えるわけですよ。ほうほうほう、何々大学の子たちが並んでるみたいな感じですかね。そう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 、はいはい、国公立大学の子とか、うんうんうん、主要国公立大学の子、うん、ね、地方国公立、地方国公立大学の子、何だかな、総計上智の子、G マーチカンカン同率レベルの子、うん、それ以下、うん、なんですよ、チェックボックスもうそれ以下なんですよ、うん、めちゃくちゃいっぱいありますよ、めちゃくちゃいっぱいあるから、うん、だからそれをやっぱ俺らとしてもさ、うん、その
もともと眼科の専門塾やったら、ね、うん、何かしら専門塾に名前変えたっていう手前、うんうん、まあ採用としては眼科の率とか自待ちレベル以上の子に来てもらいたいやんか、うん、まあそうですね、だからまあそれをクリックするんですけど、うんうんうん、いや面白いように、うん、その逆求人型っていう採用なのね、言ったら採用試験受けに行きますとかじゃなくて、企業側が この子面白いな、採用受けに来てくださいっていうような逆求人型のものを今これ使ってるんだけど、うんうんうん、それをしてるとですね、人気ランキングが出るわけですよ、はいはい、並べ替えで新着順とか、うんうんうん、人気の学生順とか出るんですよね、うん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 、人気の学生順にしたら面白いように学歴の順番にそうかなってて、うんうんうん、だから一生懸命みんなエントリーシートは書かへんけど、そのなんかそのサイトのプロフィールみたいな一生懸命書いてんねんけど、うんうん、もう多分そんなまま見られることなく、その学歴で並んで見て、うん、その多分今月 の受験トークでも、うん、学歴ほんまに関係ないのみたいな動画撮ってんねんや、前日にも撮ってるんですけど、はいはいはい、撮ってて、うん、撮ってないけど、うん、ちょっとそれをやってるとね、うん、その普通の大学行って普通に就職するってなったら、やっぱり学歴って大事ってそれ思うだろうなって、俺が それを経験してないもんだからさ、そうですよね、うん、でそれをやっぱそういうところで測られる時にやっぱり学歴大事だなって考えてて、うん、だからもう言うたら多くの人がその学歴言うたらカンカン同率が G マーチレベル以上ってさ、うんうん、普通に割合として少ないやん、うんうんうん、人口の中で、そうですね、ってなったらほとんどの人はそれを持ってないわけとか、うんうんうん、持ってないってなったら持ってない人は多分苦労するやん、うん、苦労したらやっぱ学歴大事なんやなっていうふうに思って、うん、そういう人たちが大人になったら子供に学歴大事だ、まあ、って言うわけやんか、うんうん、だからそういう循環になってるんやと思うよね、うん、だから特殊やからね、その学歴なんて関係ないような生き方をしてるとか、学歴なんて関係がないような、学歴が問われないような職に就くっていうようなことしかできなかったりとかするかな、うんうん、なかなかこうやでっていう、学歴大事やでって俺は言いたくないねんけど、就職のところを考えると、うん、あった方がそりゃ有利やな、うん、見つけてもらいやすなるわなそらっていうのは感じたな、うんうん、そっか、うん、っていうのを感じたな、うんうん、なるほど、はい、分かりました。いやそれも話まとまってないな、まとまってないから、うん、まとめに行こう、はい、うん、まとめに行くけど、うん、こうそれを見ても俺は学歴関係ないとやっぱ思うよ、うん、思うよ、よかった、うん、思うよ、うん、だって賢かったとしても、うん、人間性良くなかったら絶対取らんもん、うんうん、人の悪口言うたりとか、うん、いつも楽しくなさそうとか、うん、そういう人がやっぱり賢かったとしても何も魅力的に感じない、別に東大京大行ってようが、東大京大行ってるから君に来てほしいね、いつも笑ってないけどっていうのってありえへんから、逆にいつも笑ってる、お前の学歴ないいつも笑ってる、うん、じゃあお前一緒やろうぜっていうのは、うんうん、あるっていうか、そっちの方が言いやすいよね、うんうん、だから俺はそっちの方が大事にするっていう人間やからこそ、やっぱり学歴はそのただの何アクセサリー、うん、で別にその本人の人間性とか資質に関わる部分ではないかなと、うん、だからそっちの方が俺は大事だというふうに思います。よかった、いいですか、こんな感じでまとめさせてもらって、はい、はい、それではこの動画はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。